パリ五輪に出場したボクシング女子のイマネヘリフ、アルジェリアと林イクティング、台湾が性別をめぐって出場に疑義が出ていることについて、国際オリンピック委員会、IOC のバッハ会長は3日の記者会見で疑念を否定し、出場に支障はないと訴えた。バッハ会長は、IOC は2人が女子であることに疑いを持ったことはなかった。2人は女性として生まれ育ち、 女性ととししてて競技に参加してきたた語った写真、ボクシング女子57キロ級台湾の林育ティング。この問題では IOC から統括団体としての承認を取り消された国際ボクシング協会、IVA、が管轄する昨年の世界選手権では、この2人を性別的確検査で不合格とした。パリ五輪のボクシングは IOC が管轄している。バッハ会長は、 二人はパスポートも女性と記されている。批判するならば、科学的な根拠を示すべきだと反論し、二人を女性として人間として尊重してほしいなどと語った。一方、イバは2日、ヘリフ戦を46秒で棄権したアンジェラ・カリに、イタリアに優勝者の賞金と同額の5万ドル、約735万円を送ると発表した。